YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。フレックスハイエース南大阪店営業の柴山です。よろしくお願いします。はい、今回紹介するお車は新型ハイエース版スーパー GL ダークプライム2ディーゼル肉のお車紹介したいと思います。早速お車紹介したいと思います。まずこちらコーナーミラーの同色ペイントをさせてもらってます。で、続いてこちらがトヨタのセーフティーセンスになります。で、パノラミックビューモニターとインテリジェントクリアランスソナー、こちらが前に4箇所ついてます。こちらですね。で、続いてこちらの方がフレックスオリジナルのデルフィーノラインのフロントリップスポイラーの方がついております。で、こちらのお車の車高は2インチローダウン施工させてもらってます。なので5センチぐらい車高が低い状態になって乗り降りもしやすいお車となっております。で、続いてタイヤの方がグッドイヤーのナスカータイヤにデルフ02の17インチのタイヤとホイールがついております。で、後ろにはこちらデジタルインナーミラーのカメラがついております。で、先ほど前でご紹介させていただいたインテリジェントクリアランスソナーが前に4箇所ついてたんですけど、後ろにも4箇所こちらについております。で、こちらがバックカメラですね。で、中がこのようになってます。普通に2列シートで、後ろの方がベッドキットが組まれています。で、こちらの方がフレックスオリジナルの、タイプ2フラットタイプのタイプになります。で、こちら高さの調節もできて、まあ簡単に4枚とも取り外せることができますので、使い勝手のいいお車となっております。後ろの、スライドドアなんですけど、両側はパワースライドドア、自動のお車です。自動ドアのお車になります。で、こちらのシートなんですけど、ダークプライム2仕様ということでハーフレザーシートになっているのと、天井の方が暗くなっているという仕様になっております。で、先ほど後ろでご紹介した、デジタルインナーミラーのカメラの方なんですけど、こちらに、連動してまして液晶で映るようになっております。で、ナビの方がパナソニックのストラーダナビになります。で、ナビ周りのパネルとシフトノブ、ハンドルノブも、ダークプライム2仕様になっております。続いてバックカメラですね。はい、右側が普通のバックカメラで、左側がパノラミックビューモニター、上から映し出されるものになっております。では前戻ります。でしたでしょうか。このお車ディーゼル肉の、お車なんですけど、うちでカスタムしたものが今お客様でとても人気のあるお車となっております。気になった方はぜひ南大阪店までご来店ください。最後までご視聴ありがとうございました。